ああ、ハゲてきたな。大丈夫か？ああ、大丈夫大丈夫。うん。そういや、お前、最近さ、うん。ボランティアしてるらしいな。おー、そうやね。うん、友達が言ってたわ。この間、あの、駅前で水島がゴミ集めてたっつって。ああ、そうそう、清掃のボランティアしてんねんやんか。いや、お前めっちゃ偉いな。他にも結構やってんで。あ、そうなんや。あと、介護のボランティアとかもしてるかな。あ、そうなん。そうそう、介護センター行って、なんかおじいちゃんとかさ、もう自分で自分の用事とかなんかあんまできひんから、俺が行って手伝ってあげんねんけど。あ、偉い。そうそう。え、すごいわ、お前それ。もうほんま一人でも多くの人の役に立ちたいなと思って。なるほどな、うん、はい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 。やっぱボランティアしてていいことっていっぱいあんねや。いっぱいあるよ。例えばなん？うん。あとはね、うん、あの、一緒に介護のボランティア入ってる女の子やねんけど、うん、もうね、お尻が大きくて。ん？やっぱさ、こうちょっとかがんだりとかすんねんけど、そういう時にお尻ブリーンってなってんねやんか。それ見て、うん、めっちゃええな。うん、あ、ちょっと待って。ん？ボランティアしに行ってんねんな。そう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 、だからおじいちゃんおばあちゃんのために。で、ゴミ集めたり、おじいちゃんおばあちゃんのお手伝いして、うんはい、で、感謝されて幸せなって、うん、お尻見てんの？まあそうやな、最終的にはそこに行き着くかな。うん。なんかエロない。いや、エロくはないよ。いや、すげえ、ボランティアして偉いなと思ってたけど、うん、え？ちょっとエロいな。エロくはないけど、なんでやろ？いやいやいや、明らかにおかしいと思うねんけど。え、マジ？うんうん。そうかな。あと最近で言ったら、うん、あの、募金のボランティアめっちゃ困ってね。募金あれか、あの、繁華街の駅前とかでたまにやってるやつ。そう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 。募金箱持って、あの、被災地の子供たちのために募金お願いしますって。うん、いや、めちゃめちゃ体力使うな。そうそう。偉いわ、それは。寒いからもうこう言いながらやってんねんけど。やんな。いや、でもね、まあ、こう、道行く人をね、眺めながらお願いしますって言ってんねんけど、たんまに、ケツブリーン出てるお姉ちゃんとかおんねんやんか。エロいな、やっぱり。そういうの見ると、うん、もう寒さも吹き飛ぶね。いや、エロいよ。うん。偉いなと思ったけど、やっぱエロいよ。そうそうそう。いやいや、違う、そうそうじゃなくて。いや、どういうこと？いやいや、その、もう、なんか人関係なく、やっぱ、募金お願いしますって、こう、声かけていくだけやんか。あ、そうそうそう。で、その、お前以外の人らの、もう募金頑張ってるのが、お前はケツ見てん。うん、そうやな。エロいやん。結果的にそうなるってだけ。いや、エロいだけやん、もうそれ。うん、まあだから、どうでもいい人、どうでもいい人がおって、本命がおるわけだから、うんうん、そこ目がけて、お前、すいません、募金お願いします。違う。お前以外全員偉いけど、お前だけエロいやん。え？意味わからんねんけど。え、それお前普通に真面目に募金してる人に謝れ、お前。あれ？そうかな？いやいや、明らかに目的おかしいってさっきから。もうそれやったらお前ボランティアとかせんでって、日本はそういう国じゃないから。そうか。な、その不純な目的でボランティアするようなところじゃないです。なんか俺ちょっと間違ってたんかもしれんな。いやもう、なんで気づかんかった今まで。いや、そうやわ。いや、今、リョツに言われてお前、わかったわ。うん。俺、海外行くわ。あ、海外行く？うん。あ、もう海外にボランティアしに行く？もう日本で、そういう邪念ばっかりでな、まみれてボランティアするんやったら、もう海外行って、海外でもほんまに俺は、もう心の底から、ちゃんと救いたいって思う。いや、もうその方がええよ。もう海外行ったら多分グローバルな経験いっぱいできるし、まあそのボランティアのクオリティも全然違うと思うね。うんうん、なんならさ、やっぱその被災地に直接赴くみたいなやつなんやんか、はい、それでやっぱ物資とか届けたりして直接感謝された時の喜び、うん、まあ多分海外でボランティアしてる人にしか分からんようなすごいもんやと思うから、それはマジで行ってこいよ。そうそうそう。で、なんと言ってもね、おうおう、海外の女性はおケツがでかいのよ。偉いけどエロい。もう偉いけど、エロい、さっきからもう。つか、でかいの、ほんま、見たことある？ないよ、まあ、ないない。でも、その、ポスターとかで見たことあるけど、直接見に行くために、その、ボランティアを口実にするの、やっぱ偉いけど、エロいよ。ねえ、もう、すごいよ。ゾウみたいなお尻してんのよ。ゾウみたいなお尻ってなんやねん。でかすぎる。日本とはやっぱ、桁が違うな。桁って、どう、なんやねん。1と10とかあんのか、ケツ。1ケツ、2ケツ。ないよ、そんなもん。桁が違うのよ。3ナスビちゃうねん、お前。意味が分からへんねんけど。いや、ちょっとね、うん。いやいや、ちょっと待って、お前。まあもう、そのケツばっかり見んねやったら別にもうネットとかでええやん。まあ、ネットでケツ見とったらええやん。だからもうそのボランティアをそういう目的で使うな。そうか。わかった。もうその日本も、海外も別にそのお前がそういう目的でボランティア行ってケツばっかり見とったら、うん、日本人、スケベねみたいに言われるやん。ああ。嫌やから、それ。なんか、俺らのイメージが下がってまいやん、もう日本人自体も。だからそれはもうやめよ。もうボランティアやめよ。ボランティアやめる？いやもうなんか、それやったらもうなんか、もともとその堂々とエロい目的でエロいとこ行ってほしいわ。いやでも俺、明日もボランティアの予定入ってるからな。ちょっと無理やわ。明日も入ってる、うん、どうせ明日もろくでもないことすんだやろ、お前。いや、明日はほんま真面目にガチのボランティア。真面目なやつ？うん。一応聞いとくけど、なんなん？あの、女子大の清掃。え、まあ、でも男やね。あ、そうそう、あの、清掃というボランティアの名目で行ったら女子大入れんねん。うん、で、うん、綺麗にしたいねんな。と、まあ、あと、ケツ見たいかな。
そのエロいし、エロいやん。